村のガラスはとても柔らかいんですね。あのアイロンのね、この鉄の先にこのガラスをつけて、ガラスの素材をつけて、それでぐるぐる回しながら形にしていくわけなんですけども、とにかく早くしないとこう落ちちゃったりとか、重力で落ちちゃったり流れたりするので、とにかくこう冷ましたり温めたりしながら形にしていくんですけど、私は三島律恵です。ガラスアーティストです。Ritsue is a Japanese artist who works on the island of Murano in Italy. Located 1 mile north of Venice, Murano has been producing glass in every shade of the rainbow for more than 1,500 years. But amidst this city's vibrant creations, Ritsue is making her mark with only transparent glass.私がベネチアに来たのは約30年ほど前です。きっかけは探してたんですけども、一輪挿しの。それがなかなか見つからなかったので、友達がその時なんか自分で作ってみればっていうふうに友達から勧められて、で、あの村の工房に通って、それが始まったのがきっかけになって、今こうやってガラス作家として活動させていただいてます。Ritsue's work is exhibited all around the world. She has been producing glass art for 20 years.She begins with a sketch and works with Italian glass masters to create the sculpture she's envisioned. Using a technique known as glass blowing, the artisans inflate molten glass with a blowpipe and expand it with air into a bubble. Ritsue has been working with the same team for years.音楽でいうとオーケストラのディレクターみたいな、それぞれの気持ちが一つになって一緒にやると、やっぱりいろいろこう思ってた以上のものができると思います。自然からインスピレーションを受けてることもたくさんあるでしょうし、いつもここをベネチアを歩いてるから水の反射から影響されてることもあると思います。日本っていう国は私的に言うと、まあ月の国みたいなところがあって、反射したものを見て美しいというふうに意外と感じる。光をコンセプトにしているので、その光の輪郭とか、そうやってやっぱりこう詰めてると、そのなんか心のね、窓だったりとか、見てくれる人自身を見つめる時間であってほしい。